皆さんどうもこんにちは。元軍人のよっちです。ということで、いきなりなんかいるよ、いきなりいるよ、なんかいるよ、なんか変な生物いるよ、あいつらいるよ。これどうするべきなのかしら、撃っていいのかしら。とりあえず、とりあえず、あ、間違えた、間違えたよ、いきなり間違えたよ。いろいろなもの間違えたよ。今スニークでバレないように置きたいけど、バレちゃうもんな、バレちゃうんだよね。どうしようか。来てる、来てるわけじゃないな。ちょっと、どこにいんの。ちょっと歩き回りすぎじゃない。来てる感が、来てる感がいるよ、来てる感あるよ。ちょっとちょっとちょっと、あ、近いよ、近いよ。あっち向いて、こっちじゃなくてあっち向いて、あっち向いて、こっち向かないで。なんであいつあんなとこにいるの、ずっと。シュ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 、近くね。いや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 、こっち来てる、こっち来てる、こっち来て、バレてるよ、バレてる、やだやだやだ、結果バレてる、結果いろいろバレてる。や、なにこれ、結果そうなっちゃってるよ。これあかんでしょ。あ、バレなかったことになった、これバレたことになったね。よし、よかったよかった、よくないけどよかった。来てた、バレたよ、バレてたよ、全然バレてたよ。この野郎、この野郎、もうスレッパで撃っちゃうか。弾切れか。弾切れだった。あ、 あいつどっち向いてんだかわかんない。ちょっと遠いね、ちょっとバレちゃうね、このまま行ったら。バレてたね、さっきから一発も当たってないんだよね。当たった、当たった、当たってないよ、あんまりうまく当たんないよ、硬いよこっち。まだバレてない、まだバレてない。よし、スナイパーであるべき、スナイパーじゃなかった、全然。あっちあっち、よしよしよし、なんか1回でいいからあれがやりたい、スニークスキルやりたい。近かったよ、これ意味ないやつだよ、全然。追ってきたよ、これ。あ、あ、あか、あか、燃える、一緒に燃える。できれば一緒に燃えて、よかったよかった。こういう使い方じゃないけど、結果オーライだから、うるす。よし、ジュルジュル。多分これ意図してない倒し方だったね。感じなのは分かるから、これが相手も取りこぼしとかないことだけを意識して向かうよ。そして
たら、多分ここだよね。おりゃ！あ、違う、そういうことじゃない。おりゃ！違う。ほら見ろ、木だから。垂れてるとこ嫌だよ。ちゃんと垂れてるやん。こういうこと？ちゃんと垂れる。被験者番号25、33、そして55にも異常な波形を確認。あ、なんかある。全員に共通する怪異性同一性障害。なんかいる。何あれ。以前行った前頭前。なんか気持ち悪いの来た。気持ち悪いのいっぱい来た。予期せぬ結果。あかん。気持ち悪いのいっぱい来たよ。自殺への気持ち悪いのいっぱい来た。とりあえず、自意識が弱まると無制限な誘惑が生まれる。二つの生き物の見合わせが強制的に引き出す。ちょ、気持ち悪い。ピーが入る。
さて、どんな気どこどこどこ、他にいる、いっぱいいる、まだいる、不祥事いる、不祥事いるよ、ちょっと嫌だよ、この気持ち悪い、この話嫌だよ、無限、無限、めっちゃいる、めっちゃいるやん、もしかして無限、そういうことじゃない、そういうこと、気持ち悪い、これ、これ嫌だ、これ嫌だ、こっちが嫌だ、やだやだやだ、まだいんの、まだいんの、ちょっと、よし、はい、処分した、まだいる、まだいる、これ永遠にもしかして、うげ、気にせずに、これ開くべきかな、開けるべき、いや気にせず開けよう、とりあえずこっち行くといったら行けそう、あ、武器があった、そういうことね、あ、ない、弾がマックスだ、毎回弾がマックスだ、これで中いるよ、中いるよ、あれ何あれ、これなんか攻撃とかできないの、これおお、この凄まじい読み、何あれ、ワニ、何これ、なんかネズミが、ネズミがなんかわけわかんないことになってる、俺が変なことしたからだ、ネズミが浮いてるよ、これネズミが浮いてますよ、いますよ、いますよ、ちょっといますよ、方角的に今いましたよ、撃てねえかな、ちょっと撃ってみたいな、こっち、この松明どれかなと思ってないか、ああバレてる、バレてる？バレてない？あら、バレてない。もう一体いる。中いる。2匹いる。2匹。変なのもいる。ちょっと来ないで。来ないで。一旦落ち着いて。一旦落ち着いて。当たんない。俺毎回当たんない。あと後ろの気持ち悪いやつはやめて。看護師さんに会いたい、僕は脳ジュルジュルしてもらうためにね、とりあえず地下なんて嫌だ、早く外に出たい、よいしょ、失礼します、お邪魔します、なんかいる、あかんやつや、あかんやつや、なんかやだ、ここ拷問的なやつ、うわーやだわー、
じけるけど何もないよね。何もないね。あ、落ちないで。何もないね。こっち、こっち、これをパス。よし、ジュルジュルだ。結果ジュルジュルしかない。こっちは別になんか女神像を隠してあるとかじゃなく、そういうわけじゃなく、そうだね。じゃあ次行きますか。あ、やだこれ。深入りすぎた。やはり罠だった。何度もソフィアに忠告されたのに、あと一歩で真実をつくめられたはずだ。確かに手応えはあったんだ。あともう少しだったのに、ドアの隙間から風が漏れてくる。外に繋がっている証拠だ。鍵になるプレートは見つけた。裏か表か確実に分の1。もっとも簡単な選択なのに決断できず行ったり来たりを繰り返している。ソフィア、もし外に出たら君を抱きしめる。君が正しかったと言ってずっと離さないよ。びっくりしたよ。私今顔が掘られたプレート、片側が血で汚れている。ここにはめと。え？二分の一？どっちが正しいかってこと？え？その理論でいくと、こいつはこっちはめて血がついてるわけだから、こっち失敗したんだね。ってことを考えるとこっちだよね。そうでしょ？そうだよね。よかった。よかった。そうだね。あいつが死んでなかったら、主人公本当に2分の1だったわけだから、感謝しとこう。ソフィアじゃなくて、この人に。ありがとうね。助かったよ。君の分まで生きるから。うん、近づいてくるよ。なんでだ。なんでここになるの。ここやだ。怖いんですけど。ドクター、一体どうなってるんだ。時間がない。なんとかさ。彼を止めるためには逆転する方法を見つけなければ。誰を？ルビックってやつか？何者だ？すまんが時間がないんだ。教える気がないなら手伝えないぞ。助けがいるんだろ？そうだ。彼は、我々は共同で研究してた。なんといえば、つまり複数の脳を接続する研究だ。電気パルスで脳の全てを共有する。感情、記憶、知覚、全てを直接に。前例はない研究だ。心理学や薬学にも影響するだろう。人間の意識をつなげるのだ。正気か。これじゃ悪夢だ。そうだ、完璧ではなかった。特にあの不安定なホストではな。最高だ。あんたの共同研究者はイカれてて、俺たちはそいつの頭の中。そういうわけではない。我々も一定の影響を与えている。しかし意識的影響力を持つのは彼だけなんだ。あんたならわかるはずだ。奴の望みはあくまで推測でしかないが、彼の望みは我々の死だ。
わないでね。ドクター、セバッチャン、今朝はリリーを幼稚園まで送ってきた。なんかそういうことなんだね。娘？なんかありそうだね。ちょっと行こう。なんであいついんの？ちょっとジュルジュル使えないのこれ。バカな、そんなバカな。この先は気になる展開です。ということで今日のあの実況を終わりにしたいと思います。なんであいついんの？ちょっと大丈夫、看護師さん、ちょっと心配です。次回真相やいかにですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。